結構多い。お、なんかあった。なんかあった。なんかあった。はい、今日試食会やってるのでいただきたいと思います。プリン？はい、プリンです。豆腐プリン。豆腐ですね。はい。山の元気の里ちょっといただきたいと思います。いただきます。はい、そして大きいのもらおうこれ何、これ揚げです。揚げ、はい、うん、おいしい。ふわふわですね。カリカリふわふわ豆腐ポン酢でこんな食べ方で、あ、うん、うん、こういただきますか。今日は谷山の山開きということで、かわいいペナントと紅白のお餅、これを上で食べます。ペナントスタッフの方につけてもらいました。今からまずお花畑に行きたいと思います。トミーの体でも全然ほらこんな歩きやすい道です。舗装路があります。今日山開きで山頂でなんか10時半からかな神事があるっていうことなんですけど、やっぱりお花畑ちょっと先に見たいと思うので先に行きますね。行ってきます。花畑に行きます。さっきスタッフさんに八分九分ザキって教えていただきました。トミーあっちのね切り株の方の登山口からばっかりやって、こっちね実は来たことなかったけね、来たらもう初めてなら絶対こっちが断然いいよって言われました。楽しみです。あ、お花畑到着しました。見て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 、ほらつぼみ、お、ここ咲いとるね。つぼみあんまない。あ、ここら辺ちょっとつぼみ、日が当たったところめっちゃ綺麗に咲いとる。昨日実は、鶴見って三分咲きでした。なのでライブ咲いとる。あそこ濃い、下の方。あ、すごい、またほら色が違う、これ色が違うよマジすごい、びっくりするほどすごい。これはやばいよね。ごめんね、腰が悪く。おーい、ハラ、今日一緒会いました。3回目4回目いっぱいいっぱい会いましたまた九十でもね、またね、ね、また会いましょう。MK ちゃんまた見に行くからすいません、ありがとうございますもうね、花畑と青空とすごい、めっちゃすごいです。綺麗です、綺麗です。今週満開になると思います。今週こんな青色や、ここね、またつぼみあります。ぐるっとすっごい咲いてる。たくさんのね方たちがやっぱ山開きと回って来られてます。すごいんです。ほら赤いのもある。ぐるっとぐるっとね、すごいね。そしてブルーです。 N K Y ジジ、今日下で買ったこれ何だっけ、豆腐プリン、今から食べます。お花畑の前で食べます。いただきます。ほらミルキーです。ミルク。あ、豆腐の味する。
これね、100円。あ、買ってよかったです。嬉しい。うん。何の里？羽の里？本当に美味しい。ほら。あげません。ちょっと奥に来たらこれだけのいろんな色がすごーい、めっちゃ見えます。はい、林道に出てきました。いいね、こうやって見上げる空へと続いてる感じ。よいしょ、ダミー、よいしょ。そうやからのケンカキック、爽やかな風と、はい、分岐、向こうの登山口からの分岐を過ぎて階段ルートに来ました。まあ涼しいね、登りやけ呼吸が上がってきてる。ブルーや空がめっちゃ青い。もうすぐ山頂。もうちょい。なんかあれみたい。部活の、まあ、階段だしもできんけんね。でももう今日はほぼ痛みもない。着きました。着きました。みーちゃん、はっ、6月、そうなんだ。大山蓮華とかキメシャラとかの時期、10日ぐらい。行ってみたいな。キメシャラ見に行きたいな。あれ、湧いたほら、湧いた九十、こう、涅槃像と湧いた九十。いいね。今日やっぱ天気がいいけん、バリ見えるよ。おやつでいいです、山頂で。ちょっぷんさんの、グミ、ハキミキュ。いちゃ。娘っちにもらったの、母の日の初おろしです。171キロカロリー食べます。多分今日歩いと思う。抹茶大丈夫だって、お肉つけない関係。あんまり上げずにかわしようかな。ここもね、ぐるーん。ちょっと緊張してしまった。あ、ここやん。めっちゃ景色がいいとこ。なんか天空のなんとかみたいやろ。ほら、湧いた。うん、あて、湧いたやろ。あれ、なんかここら辺まで来ると見えんの。ほら、湧いた。はい、今分岐のところで、ちょうどこっちから行くとやぶで、もうちょっと戻るとルートありますよって教えていただいて、西羽山着きました。証拠写真、西羽山 H ができんけん、高価な H、 あ、で、西 N では戻ります。黄色ないね。はい、今日いっぱいフォロワーさんたちとお会いしてお話もできて、お花畑も
満喫できてすごく楽しかったです。おお、めっちゃ出るやん。羽山ありがとう、ありがとう MK。